マラフォンはフランスが開発した対戦ミサイル。ミサイルは胴体のもとに魚雷を抱えた有力の飛行機型となっている。誘導は放射撃式装置を用いた指令誘導であり、追尾する際の目標として、両翼端に2つの発光信号が装着されていた。発射後、ミサイル後部両舷に装着された固体燃料、 ロケットブースターは2.8秒燃焼して、ミサイルを280メートル毎秒まで加速する。その後ブースターを切り離して、ミサイルは、滑空に入る。着弾予定位置の800メートル手前で高度を落とし、魚雷の安全装置を外すとともに、パラシュートで減速する。なお、搭載される魚雷は、国産の L4、533ミ、mm、リメートル計で、重量525キログラム。 弾頭重量1 5 0ラム、速度30ノットで射程5000メートルとされている。ミサイル発射機は単装式で重量1 5 0 0ラム。ミサイルは通常、主尾翼を外し、ブースターフィンを折りたたんで保管されている。発射機上の速横弾は30秒以内に発射可能で、時弾は60秒後に発射できる。 その後の発射速度は90秒おきに低下する。なお、通常、1隻あたり13発のミサイルを搭載していた。開発は1956年より着手され、最初の死者は1958年に、初期運用試験は1964年に行われた。1978年までに370発が収益していた。 また1986年から1987年にかけて近代化改修が行われ、システムはソリッドステート化された。しかしシステムの老朽化もあり、ウェストランドリンクス紹介ヘリコプターとマーク46単魚雷の組み合わせによって代替されて、1997年までに運用を終了した。後継として、イタリアと共同でミラスが開発されていたが、 予算上の事情により、フランス海軍での装備化は見送られている。ありがとうございます。